引き出し。大学3回生の夏だった。早々にその年の大学における全講義不受講を決めてしまった俺は、バイトのない日には暇を持て余していた。特に意味もなく、広辞苑を1ページ目から半分くらいまで読破してしまったほどだ。全部をやり遂げないあたりがまた俺らしい。ともかくそんな屈折した日々を悶々としていたある日、知り合いから呼び出しを受けた。かつて都市伝説などを語らう地元の噂系フォーラムに出入りしていた時に出会った音響というハンドルネームの少女だ。この間まで別の名前でネット上にいたらしいが、音響時代を知る俺と2年ぶりに再会してから何か思うところがあったらしく、またそのハンドルネームを名乗っているようだった。一体何の用だといぶかしく思う気持ちもあったが、黙って座っていると周囲の男どもがちらちら視線を向けてくる程度には可愛らしい容姿をしている彼女なので悪い気はしない。ただその視線の半分はゴシック調で固めたそのファッションに向けられる好奇の目であったかもしれないのだが。指定されたカレー屋で待ち合わせ、少し遅れてやってきた彼女と取り留めもない話をする。カレー屋陰謀論という頭の痛くなりそうな理論を淡々と語る彼女に、カレーを食べた後に犯罪を犯す人が多いというのは単なる蓋然性の問題、それだけ食される機会の多い料理だということと反論すると、蓋然性って何？と聞いてくる。蓋然性ってのは、つまりネジに例えるなら、その絶対量からしてバギーちゃんのかけらというよりはポセイドンの部品なんじゃないかなってことだ、と言うと、バギーちゃんって誰？と返される。ドラえもんの大長編で見たことない？と聞くと、ない。そこで会話が終わった。年は確か俺の4つ下のはずだ。これもジェネレーションギャップなのか。俺もリアルタイムではないが、普通ドラえもんの映画版はビデオや漫画で見ているものだと思い込んでいた。なかなか本題に入らない。イライラしてくる。そういえば今更のようだが、この女は信用ならない。過去に騙されて恐ろしい目に遭ったことが一度ならずあったからだ。デートしよう、などというメールの文面は、こんにちは程度の意味に取るべきだろう。心理的な壁を作ろうと、少し身を引いた時だった。急に音響が立ち上がり、こっちこっち、と入り口に向かって手を振った。黒い。俺には理解できない、黒いファッションに身を包んだ、16、7歳とおぼしき少女がやってきた。音響と同質の格好だが、もっと黒い。そしてあろうことか、髪は銀色。うっすらパープルの口紅。そして、エメラルドグリーンのカラーコンタクト。少女は重そうなスカートを翻して、俺の前の席に着いた。ルリちゃん、なんか小難しい字を書く。少女は紹介に軽く頭を下げてから、その音響に顔を寄せて、ひそひそと耳打ちをする。王はとどまり、王は離れるって。音響はうなずきながら、そう言った。頭の中で字を思い浮かべる。ルリーか。それが本名なのか、なんとかネームなのかわからないが、とりあえずこちらも会釈せざるを得ない。で、何これ？俺の言葉に音響があっけらかんという。紹介するって言ったでしょ？頭を抱えそうになる。あれか、友達を紹介するってやつ。確かにそんな話をした覚えがあるが、俺は別の世界の人間と付き合う自信はない。何より俺には今、特定の相手がいる。困惑した顔を隠さない俺に、ルリちゃんとやらは目をパチパチと瞬いて悲しそうな表情を見せた。もっともそれが怒っている顔だと言われたらそうとも見えてしまうだけの微妙な変化に過ぎなかったのであるが。紹介するって言ったの忘れた？
めちゃ可愛くて困ってる友達。ちょっと待った。就職後が一つ増えてる。紹介されるのは確か、めちゃ可愛い友達だったはずだ。困りごとの相談がある。黒いのが二人してうなずく。来た。こんなことだろうと思った。音響は俺のオカルト道の師匠並みに怪しいものへ首を突っ込みたがる節がある。そしてその尻拭いをこれまでに二度してしまったのが運の尽きで、どうやら懐かれてしまったのかもしれない。ちゃんと言ったでしょ？可愛くてめちゃ困ってる友達紹介するって。就職後の順番が変わった。猛烈に嫌な予感がする。注文したカレーが来たので、とりあえず食べることにした。これが本格的というやつなのか。やたら具が少なく、複雑なスパイスの風味が鼻に来る。俺は目の前で黙々とカレーを食べている二人の少女を伺う。あんな服、どこで売っているんだろうか。それに服に合わせた化粧をしているようだが、外に出るたびにこれではさぞや時間がかかることだろう。ルリと名乗る少女が、不意にスプーンを持つ右手を止めて、迷惑ですか？という目で問いかけてきた。はっきりそうだと言えないあたり、自分で自分が嫌いになる。それにしても、その黒ずくめの服装に白い肌、銀色の髪に緑の目と揃うと、まるで人形のようだ。音響の方がまだファッションの枠の中でとどまっている気がする。その不思議な色の瞳を見ていて、不意に思い出す単語があった。緑の目の霊状。なんだっけ、これは。頭の中で数回繰り返す。緑の目の霊状。そうだ、思い出した。モーリス・ルブランの小説、ルパンシリーズの一編だ。怪盗アルセーヌ・ルパンが緑の目の少女に出会い、彼女の受け継ぐ莫大な遺産をめぐる事件に関わっていく話で、確か湖の底に隠された古代ローマの遺跡なんかが出てきた記憶がある。そういえば昔読んだ時には、頭の中で勝手に緑の目の少女のビジュアルに、孫の方のカリオストロの城に出てくるヒロイン、クラリス姫をはめ込んでいた。その少女は、名前を何と言っただろう。忘れてしまった。結構好きだったのに。カレーをスプーンですくい、スープのようにすすることをしばし、思い出した。オーレリーか。ぼそりと口をついて出てしまった。音響がそれを聞いて驚いた顔をする。どうして知ってるの？その驚きようにこっちの方が驚く。俺がルパン読んでちゃ悪いのか。別に悪くはないけど。なんなんだこいつ。ドラえもんの大長編は見てないくせにルパンシリーズは読んでるのか。確かに別に悪くはないが。なんだか釈然としない感じだけが残った。で、何があった？食べ終わって水に手を伸ばす。音響がルリを肘でこづく。ルリが音響の耳元に唇を寄せてボソボソと話す。やがて音響がこちらを向く。ルリちゃんは低血圧なのよ。で、朝起きた時にしばらく動けないんだって。その目が覚めてぼーっとしてる時に部屋で変なことが起きるんだって。また続きを音響に耳打ちする。ルリちゃんのベッドのそばに小さいタンスがあって中に下着とか小物とかが入ってるんだけど、その引き出しの一つが開いてるのね。夜寝る前には全部閉まってたはずなのに。この初対面の人には声を聞かせませんとでも言いたげなキャラ作りに、だんだんと苛立ってきた。格好といい、自分が普通じゃないことをそんなにアピールしたいのか。俺の苛立ちを気にもせず、音響の通訳は続く。
俺はどっちの顔を見ながら聞いていればいいのか迷いながら、交互に視線を向けた。あれ？変だなって思ってると、その開いた引き出しから何かがちらっと動くのが見えて、そこに意識を集中していると、ゆっくりじわじわ、何か白いものが中から出てくるのよ。すぐに人間の手だってことはわかるんだけど、もちろん誰かが中に隠れちゃえるような引き出しじゃないし、指が見えて、手のひらが見えて、手首が見えて、腕が見えて、肘がなくて、ずるずるありえないくらい伸びて、でも動けなくて、目がそらせなくて、怖くて。それからその手が何かを掴んで、またずるずる引き出しに戻っていって、ずるって全部隠れて見えなくなったら、やっと起きられるの。デジャブを感じた。なぜだろう、ゾクゾクした。この話はまるで、金縛り中に起きるバッドトリップのようだ。もしくは、ただの夢か。それ、起きられるようになるまでは、本当に動けないのか？それから、起きられるようになるのって、急に？そこで、開けてたはずの目が、もう一度開いたような感覚がない。音響が通訳する。動けないというよりは、動きたくないって感じを10倍強くした感じ。起きるのは急に、そんな感覚はない。動きたくないという感覚は、金縛りのパターンからは外れるようだ。金縛りは大抵の場合、動きたいはずだ。それに、入眠時幻覚の類にしても、朝の目覚めの時に起こるというのはよくわからない。そんなこともあるのだろうか。覚醒時幻覚とでも言うのか。低血圧というのがそもそもあまりイメージが湧かない。それにその手は何だ。動けるようになってから引き出しを見たらどうなってる？開いたまま、中を覗いてみても何もない。下着とか靴下とかだけ。その手が掴んで、タンスの中に引きずり込んだものって何？わからない。覚えてない。多分それを見ている時には知っていたはずなのに、消えた時には思い出せなくなってる。なるほど。何がなくなったかもわからないわけだ。つまりこの出来事は何も消えたものがなくても成立する。ふと、以前読んだ本のことを思い出した。そこには、夢は不要な短期記憶を脳の引き出しの奥深くに沈めて、頭の中を整理している最中に再生されるフィルムの断片なのだと書いてあった。断片の中には脳を活性化させる強い記憶もあり、それらを合成し、理解し得るものに再構築されたものが、レム睡眠時に上映されているもので、そこからカットされた断片は、脳の記憶やを圧迫しないように忘れられていくのだと。それが本当のことかは知らない。ただ俺は引き出しの手に何か偶意的なものを感じざるを得なかった。もしかしてその手が掴んでいったものって自分にとっていらないものだったんじゃない？二人でボソボソと相談でもするように耳打ちし合ってから、ルリは首を左右に振る。大切なものだったかもしれない。それさえわからない。ベッドから体を起こして自分の部屋を見回したら、何か大事なものをなくしてしまったような気がして、とっても悲しくなる。今聞いているこの話が単純に彼女たちの嘘ではないとしたら、気持ちの悪い話だ。ますますゾクゾクしてくる。嫌いではない、この感覚は。それが、何度も続けて起こるのか。一ヶ月くらい前から、二三日に一遍。ああ、でも、最近は毎日かも、だって。俺は少し考えた。カンカンと、使わなかったスプーンの柄で机を叩く。本当に何かが部屋から消えているのか、
知る方法がある。二人の少女がこちらをじっと見ている。スプーンで目の前を払う真似をして続けた。その部屋からベッドと引き出し以外全部外に出す。少しして息を吸う音がかすかに聞こえた。そうすればもし手が出てきて何かを掴んで引き出しに消えていったと感じたなら、その喪失感は錯覚だということになる。何も部屋になかったことは確認済みなのだから。俺はうまいことを言ったつもりだった。我ながらいいアイデアだと思った。けれど、瑠璃が体験したというその不可解な出来事を、夢もしくは何らかの幻覚だと半ば決めつけていた俺と、そうではない彼女自身との間には、大きな発想の隔たりがあったのだ。瑠璃はふるふると震えながら、音響の耳元に口を寄せる。そんなことをして、手がどこまでも伸びてきて、ベッドの上の私を掴んだら、ゾクリとした。空気が張り詰める。しまった。油断した。経験上、過剰な怯えは、本人と周囲の人間に良くない影響を及ぼす。中でも一番困るのは、泣かれること。ひどい、と言って、音響が隣の少女をかばうような仕草をした。そして、どういうつもり?と冷たく言い放ち、俺を軽く睨む。どういうつもりも何も、俺は協力的に解決策を提出したつもりだった。だがそれは、他人の悩みを真剣に考えない男という不本意なレッテルを相手方に貼らせただけだった。また、負い目だ。この音響という少女には、いいように振り回されているような気がする。わかった。それはなし。肩をすくめる。結局俺は気がつくと、その手の出てくるという引き出しのある寝室で現地調査することを約束させられていた。その二日後だ。曜日は土曜。俺はあくびをしながら自転車を漕いでいた。まだ夜も明けあらぬ早い時間。暗い空の深みのある微妙な色彩に目を奪われながら、かすかな肌寒さにシャツの裾を気にする。今日は暑くなるとニュースでやっていたはずなのに。ガサガサと妙にかさばる手書きの地図を苦労して広げ、目的地を確かめる。なんだ、もうすぐそこじゃないか。そう思いながら角の塀を曲がると、薄闇の中に浮かび上がる小綺麗な白い三階建てのマンションが目に入った。おいおい。高そうなところに住んでるじゃないか。高校生の身分で一人暮らしを聞いて何様だと思ったが、もしかすると親がかなりの金持ちなのかもしれない。駐輪場に自転車を止め階段を上る。向かうは3階の角部屋だ。実にけしからん。指定されたドアの前に立つが、まだ音響の姿が見えない。ちょうど待ち合わせの時間なのに。まだ周囲は暗く、朝のこんな早い時間に女性の部屋の前でうろうろしているのは実に気まずい。あたりを気にしながら念のためにドアノブをひねってみたが、やはり鍵がかかっている。音響を待つしかないようだ。その場でしゃがみ込む。なぜ俺はこんなところでこんなことをしているんだろう。そう思いながら憂鬱な思いで額に指を当てる。要は、寝起きにタンスの引き出しから手が出てくる幻覚を見るという、緑の目の霊嬢瑠璃の悩み解決のための現地調査だ。完璧を期するなら、ずっと部屋の中で寝ずの番をしていた方が良いのだろうが、初めて会った裏若き少女の部屋で夜を明かすなど、俺にしても避けたいものがあった。聞くところによると、目覚ましをかけなくとも、彼女はいつも大体決まった時間に目が覚めるのだという。ただ低血圧なもので、そこから起き上がるまでが長いのだとか。そして俺と音響は、その目が覚める時間の少し前に部屋に行き、実際にその場で何が起こっているのか確かめるという作戦だった。なのに、その音響が来ない。今日のために合鍵を渡されているのは奴なのに、寝坊しやがったのか。ドアの前で、
イライラしながら待つこと20分。小さな足音とともに、ようやく音響が姿を現した。アホか。思わず、毒づいていた。近づいてくるその姿は、先日のカレー屋の時とほとんど変わらない、ゴシックな風体だったのだ。待ち合わせの時間に遅れてまで譲れないのか、その格好は。問い詰めて言い訳を聞くのも虚しくなるだけなので、いつも可愛いなぁと嫌味だけ言っておいて、ドアを指差し、開けろとジェスチャーをする。音響はろくに誤りもせずに鍵を取り出すと、ドアノブに当てる。金属が擦れる小さな音とともにドアが開かれ、二人してその中に滑り込む。玄関からして広い。まずそこに驚く。俺の部屋とどうしても比較してしまう。暗い中を半ば手探りで進む。もちろん足音を殺して。余計な物音を立てて、中で眠る少女の普通の目覚めを妨げてはいけないという配慮からだ。音響がすりガラスのはめ込まれたドアの前に立ち、唇に人差し指を立ててみせる。わかっている、と俺がうなずくと向き直り、そっとノブを引いていく。視界にわずかな光が差す。部屋のカーテンの隙間からうっすらとした朝日が漏れている。もうすぐ夜が明けてしまう。余計な時間をかけたからだ。そう思ったのもつかの間、目の前に広がる室内の様子に唖然とする。ダイニングとリビングを兼ねたような間取りのかなり広い部屋に、所狭しと家具や物が並べられている。明らかに普段の生活上のものではない。部屋の真ん中や居住空間を侵すような場所に、それらが置かれていたからだ。散らかっているのとは違う。強いて言えば、引っ越しの最中のような印象だ。ただ普段この部屋にあるらしい家具類は、きちんとあるべき場所に収まっているように見える。要するに、多いのだ。どこか別の場所から余分な家具が運び込まれているのか。はっとした。二日前のカレー屋で話したこと。その部屋からベッドと引き出し以外、全部外に出す。却下されたはずの俺の提案を、彼女は俺たちが来るのに合わせて実践してしまったのか。見ていてくれる人がいるからと安心して。嫌な予感がした。その無造作に置かれた家具たちを、幾筋かの淡い光線が照らす。音響が硬い表情で俺のシャツを引っ張る。その指さす先には、別の部屋に通じるドアがあった。寝室か。ごくりと唾を飲み込む。家具はこの向こうの部屋から持ち込まれたものに違いない。ということは、この向こうには。音響が静かにドアを開けていく。後に続く俺の目の前に薄暗い室内が広がる。手前の部屋よりもカーテンが厚いのか。それでもそこには夜明けの空気が満ち始めていた。ガランとした部屋。異様な光景だった。ベッドと小さなタンスだけ。あとは何もない。決して狭くない室内がさらに広く感じる。そしてそのタンスの一番上の引き出しが開いている。寒気がした。どこか遠くから耳鳴りが聞こえ、そしてフェードアウトしていくように消えていった。ヒッという息を呑む声がする。音響が震える指で俺のシャツの裾を掴んでいる。その視線の先にベッドの膨らみがある。その掛け布団の中から小さな顔が覗いている。その顔はタンスの方を見ている。首をひねった格好で。目が開いている。まるで自分の意志ではないように周囲の筋肉がこわばったまま目が見開かれているようだった。その目はタンスの一番上、一つだけ飛び出た引き出しを凝視している。異常な気配が部屋を包んでいる。俺と音響の息遣いだけが聞こえる。二日前の話を聞いた段階では、夢の可能性が高いと思っていた。だが現実には、彼女の目は開いている。
ということは、金縛りか。だが、今この瞬間、ベッドと引き出しの間の空間に、俺の目には何も見えないその空間に、彼女は何かを見ているのだろうか。部屋の入り口で動けないでいる俺たちの前に、ベッドの中で動けないでいる少女の声にならない悲鳴が響いてくるような、そんな現状さえするようだ。だが、何も見えない。見えないのに、彼女の大きく開かれた目は今、何を見ている。悲鳴が上がった。脳天を直撃するショックがある。音響が頭を抱えて叫んでいる。恐怖心に耐えきれなくなったのか。だが次の瞬間、俺の体は無意識に反応した。自分でもよくわからないことをわめきながらタンスに駆け寄り、引き出しを殴りつけるようにして閉める。それに引きずられるように動いた音響が、少し遅れてベッドの上の少女に覆いかぶさる。起きて、起きて！叫ぶように繰り返す。俺は背後のタンスを気にしながら、その様子を見守る。やがて、硬直したように首を曲げて目を開いていたルリが、ビクンと全身を震わせると、小さく息を吐いた。起きた？起きた？音響が掛け布団を剥ぎ取って、その肩を揺さぶる。軽い痙攣のような震えがその顔に走った後、ルリは小さくうなずいた。とりあえずは大丈夫のようだ。俺は少し落ち着いて、タンスの方を振り返る。あの異様な気配は、どこかへ行ってしまっていた。柔らかな木目調の、ただのありふれたタンスだ。それでも身構えながら、そっと一番上の引き出しに手をかける。恐る恐る引いていくと、中には白い布が見えるばかりだった。暗くてよく見えないが、靴下の類のようだ。恐れるようなものは何もない。あの気配は錯覚だったのか。その時背後からまた悲鳴が上がった。全く予期していなかったので飛び上がるほど驚いた。それでも振り返り、ベッドの方を見る。音響が口を押さえながら、震える指先でルリの右手首を刺している。パジャマの袖から細い手首が覗いているのだが、その異様なほど白い肌に青いあざがくっきりと浮かび上がっていた。それは人間の手のひらの形に見えた。手首をつかみ、ありったけの力で握りしめたような痕跡。泣き出しそうなほど怯えている音響に対し、当の本人はキョトンとして、事態を把握しているのかどうかもわからないような顔をしている。低血圧の人間の寝起きだからなのか。俺はとっさに防寒の可能性を考えた。一人暮らしの女性の部屋に忍び込む不埒な輩。だが入り口には鍵がかかっていた。それはこの俺自身が確かめている。すぐにカーテンの隙間に手を突っ込み、この寝室の窓に鍵がかかっているのかを確かめる。そして二人を残したまま隣の部屋に移動し、すべての窓とベランダの出入り口に鍵がかかっているのを確認した。念のために風呂やトイレの中も勝手に開けて、中に誰も潜んでいないか調べる。広いとは言っても、所詮マンションの部屋だ。すぐに俺たち三人以外誰もいないことはわかる。ということは、俺と音響がやってくるまで、このマンションの部屋は密室状態だった。そしてあのあざを見るに、ついでからさほど時間が経過していないだろうということを合わせて考えると、合理的に出せる結論は一つしかない。俺はすぐに寝室に取って返し、まだベッドから起き上がらないルリの右手首をつかむ。そしてじっくりとそのあざの跡を見る。特徴的な部分がある。四本の棒とその向かい側の一本の棒。その位置関係をしっかりと確認する。左手だ。彼女の右手の手首にこのあざをつけたのは誰かの左手。そしてその誰かとは彼女自身。何するの？音響が抗議の声を上げる。
これは自傷行為の一種なのか。引き出しから出てくるという白い手も彼女の妄想の産物なのだろうか。あるいは毎晩引き出しを開けていたのも彼女自身なのかもしれない。自分のしていることをまるで他人にされているかのように感じる精神障害があるらしいが、この少女もそういう心の病を抱えているのだろうか。そう考えていると逆にゾッとするものがあった。だが次の瞬間、俺の目は信じられないものを見た。ルリが俺につかまれた右手を取り戻そうとするように、もう片方の左手をのろのろと伸ばしてきた時だ。そのパジャマの袖がずれて手首があらわになる。そこには右の手首と全く同じ形のあざが浮かんでいた。思わず息を呑んだ。あざ、左手首にもあざ。向かい合う四本の棒と一本の棒、思い切り握りしめられたような跡。左手首に左手の跡。俺は自分の手のひらを凝視して人間の指の構造を確認する。あのあざは間違いなく左手でつけられたものだ。どうすれば自分の左手首に左手で握ったあざをつけられるんだ。それとも密室状態のこの部屋の中に彼女以外の誰かがいて、そして忽然と消えたというのだろうか。俺は自分の背後にあるタンスに再び異様な気配を感じた。だがそれは俺の錯覚に過ぎないのだろう。ただの恐怖心が生み出した幻に。ルリはその自分の左手首のあざに気づき、そこにじっと視線を落としていたかと思うと、一言ぽつりとつぶやいた。He seemed to have come to this room. 俺は彼女の顔を改めて見る。その時、カーテンから差し込んだ光が、その瞳に反射してキラリと輝いた。今更のように気づく。二日前と目の色が違うことに。あの時は確かにエメラルドグリーンだった。いかにもカラーコンタクトらしい安っぽい色をしていた。けれど今、目の前にいる少女の目は鮮やかなブルーだ。カラーコンタクトをしたまま眠りはしないだろう。いや、そういう常識を抜きにしても、それが彼女のナチュラルな目の色であることは直感でわかった。日本人じゃないのか。そうつぶやいた俺に、音響が横から口を尖らせる。だから通訳してたじゃない。斜めに差し込む明け方の光の中に、人形のような顔をした少女がかすかに微笑んだ気がした。その後の顛末はまた別の機会に話そう。この少女が持ち込んだ事件は、簡単に語れないほど厄介な事態を引き起こしていくのだから。そのためにはもう少し、それに関わる過去を掘り起こす必要があるだろう。ただ一つだけ付け加えることがある。その土曜日から数日後、俺は古本屋に立ち寄った。そこでふと思い出して、ルブランのルバンシリーズの小説を探してみた。また読みたくなったのだ。だが、なかなか見つからない。うろうろと店内を歩き回ることをしばし、盲点だった入り口近くでそのコーナーを発見した。しかしそこにあったのは、南陽一郎の翻訳による子供向けのルパンシリーズだったのだ。がっかりしながらも、小学生の頃に何冊か読んだことを思い出して懐かしくなり、一冊抜き出して手に取ってみた。やっぱり今読むとひらがなが多く、表現も平易でなんだか違和感がある。くすぐったくなり棚に戻す。そしてその近くにあったタイトルが目に留まった。それを見た瞬間、笑い出してしまう。だって、おかしいから。あの時カレー屋で音響が驚いたわけが分かったのだ。俺がオーレリーとつぶやいた時だ。緑の目の霊状とでも称えるべきルリの容姿をあげつらった俺に対し、音響はどうして知ってるのと言った。同じルパンシリーズを読んでいる人間だとお互いここで分かったわけだが、その時の彼女の言葉のニュアンスは、俺がそう受け取ったように、どうしてあなたもその小説を読んでいるのという単純なものではなかったらしい。
そこにはある隠された真実を一目で見破られたことへの驚きが込められていたのだ。俺は笑いながらそのタイトルの背表紙を棚から抜き出す。通り過ぎる客が変な目でこっちを見ている。本の中身を確認してやっぱりと思った。ドラえもんも見ていないくせにルパンシリーズは読んでるなんて生意気だと思ったのだが、どうやら早とちりだったらしい。音響はこの子供向けの南陽一郎役のシリーズを読んだだけだったのだ。俺が別の翻訳家による放題、緑の目の霊場として記憶していた本を、彼女は南陽一郎の翻訳によるタイトルで覚えていたらしい。ページを閉じ、軽く埃をかぶっているその本の表紙を軽く息で拭く。青い目の少女。なるほどね。また笑った。